どうもナウス。今回はですね、ターミネーターニューフェイトを見てきましたので、こちらの方レビューしていきたいと思います。今回はターミネーターシリーズの6作目ということですね。で、内容的にはターミネーター2の正当な続編ということで、まあ、つまりターミネーター3、4、5が、なかったことになって、また新しく作り直したというか、まあ、やり直し的な感じになるんですけども、ターミネーター2の続編ということで、そういうストーリーになってます。ターミネーターといえばですね、まあ、2がね、あまりにもこの出来が良すぎて、この傑作でですね、3、4、5がね、もうどんどんこの落ちていく感じですね。この人気もそうですけども、まあ、評判があまり良くないんですよね。はい。まあ、個人的には結構ターミネーター3も好きなんですよね。まあ、女ターミネーター TX をね。はい。まあ、DVD も買って、もちろん劇場でも見てますし、何回も見てますね。まあ、4も結構好きですね。はい。まあ、未来編、近未来で戦う。まあ、近未来の戦いもね、結構迫力あって、見たい世界観だったんで、まあ、ターミネーター4は本当にそこだけにフォーカスした映画っていう感じで、はい。めちゃくちゃ好きでしたね。特にシュワちゃんの顔したターミネーターが出た時とかね、めちゃめちゃテンション上がりましたね。で、前回のジェニシスはですね、まあ、新しいと言いますか、まあ、タイムトラベルのこの、ややこしさっていうのが結構あったんですよね。まあ、ストーリーもひねりすぎたと言いますか、逆に、わかりづらくなっちゃって、ね、ジョン・コナーが逆にあんな感じで、ね、なっちゃってみたいな。まあ、ネタバレはしないですけども、はい。まあ、前回はそうでもなかったんですけども、まあ、シリーズ通してはまあ、割と、まあ、ほとんど全部好きですね。はい。で、今回は、ね、興行収入こそ苦戦してますけども、まあ、前評判でですね、はい、この映画評論家とかの間では、T2 以降の傑作っていうね、そういう触れ込みがあったので、かなり期待して見に行きました。まあ、初日で見たわけですけどね。率直な感想を言いますとですね、いやー、面白かったですね。なるほどなって思わせるシーンもあれば、ああ、ここどっかで見たなっていうシーンもあるんですけども、全体的にはまあ、うまくまとめて、まあ、そうなるよねっていう感じのシーンもあれば。はい。いや、とにかく、本当に T2 の正当な続編っていう感じをね、ひしひしとね、出してましたね。まあ、特に素晴らしかったのは前半ですね。まあ、個人的にはですけどもね。はい、アクションシーンもね、見どころも満載なんですけどもね。まあ、衝撃的な展開がね、いきなりね、前半で訪れました。まあ、個人的にですけどね。はい。でも、あれはね、コアなファンからすると、賛否が分かれそうな感じだなと思いましたね。まあ、実際僕も、感動もあり、また残念な気持ちもあり、まあ、この感動の部分と残念な気持ちと、あと、衝撃。この三つがね、この、共存してるというか、そういう、この複雑な気持ち、になった、なんかそういうシーンでもあったんですけども、はい、衝撃的な、展開でしたね。はい。で、後半はですね、割と気になったのが、ちょっと画面がね、暗いシーンが多くて、ちょっと何やってるか分かんないっていうのがね、多々あったんで、まあ、一応ね、見る劇場とかでも IMAX で見たりすると、まあ僕は、通常版で見たんですけどね。まあ変わってくるかもしれないですけども、ちょっと画面がね、暗い部分が多くて分かりづらかったなっていう。まあ前半はね、そんなことなかったんですけどね。はい、まあアクションシーンとかそういう面でも僕はね、割と前半が好きでしたね。あ、でもね、クライマックスら辺のアクションシーンとか本当に、まあハラハラドキドキして、また、いやー大変素晴らしかったですね。まあ、ストーリー的なところで言いますと、突っ込みどころは結構ありますよね。はい。そして前々から言われてる、エドワード・ファーロングは出るのかどうかっていうね。一応前々からエドワード・ファーロングが復帰するっていうのをジェームズ・キャメロンが、公言してましたので、
まあそれはもうファンの間ではね、どんな感じで出るのかっていうね、かなり期待されてましたけども、はい。まあそこはね、あんま詳しくは言わないんですけども、まあなんていうんですかね、まあ出てましたけど出てなかったみたいなはあるんですけど、まあなんとも言えないですね。はい。まあここはね、ね、すっごいいろんな気持ちがね、共存してましたね。複雑な感じ。まあ、ちょっとそこ、そうですね。まあ、劇場でぜひ、お確かめください。はい。まあ、人によっては最高であり、人によっては最低であり。まあ、そういうね、意見が分かれる作品っていうのは僕はね、かなり好きなんですよね。まあ、他の人の意見も結構聞いて、ああ、なるほどな。なるほどなっていう、そういうね、はい。いろいろ討論できるようなね。まあそういう作品を作ったっていうことでも、この作品僕はね、見てよかったなと思いましたね。はい。本当にT2 を思い出させる。いやもう素晴らしい出来になってたんじゃないかなって思いましたね。前半はですけどね。はい。後半はちょっとね、暗いシーンが多かったのと、まあ展開はね、まあそうなるでしょっていう展開ではあったんですけども、アクション映画としては、100点ですね。これ以上ないぐらいの、ハラハラドキドキ、迫力満点、絶対映画館で見た方がいいです。めちゃめちゃ おすすめですね。ぜひ劇場で見てください。今回僕の評価はですね、85点です。はい。めちゃめちゃ面白かったです。楽しめました。というわけで今回はターミネーターニューフェイトのレビュー動画でした。ご視聴ありがとうございました。